千葉県の出汁のあるところに向かっている。関宿城に来てみた。城内は撮影してないが博物館スタイルのようだ。城門はどうやら本物ではないようだ。後から知ったのだが、関宿城跡はどうやら別の場所にあるらしい。ここはあくまで城スタイルの博物館のようだ。ここが博物館の入り口のようだ。博物館入り口前には利根川と江戸川で使われた船らしきものが飾られている。茶籠とは竹貝や鉄線で編んだ長い籠に砕石を詰め込み、河川の護岸や斜面の補強などに使用されていたようだ。博物館の中を見終わったところだ。中は利根川の歴史館といったところか。そろそろ北関東へ戻るよ。へへへ TV。